はい、ここはですね、尾瀬の徳良ですね。徳良の第一駐車場。はい、今からですね、鳩町峠経由の尾瀬ヶ原行きたいと思います。はい、気をつけていってらっしゃいね。はい、頑張ってください。はい、どうも。はい、7時40分ね。はい、はい、じゃあ尾瀬ヶ原行きます。全然だからさ、あれとは違うね、三池の方のとね、尾瀬の入り口、私あそこばっかり。峠だから、うん、峠のてっぺんから降りてくるだけ。あ、そうか、あ、そういうことだ、うん、あ、私物です。私物がいいね、真っ白だね。すごいね。踏み抜いた。踏み抜いた。あ、本当だ、うん、踏み抜きが。ここに合言葉もあんのね。うん、抜き解けの施設。なんだろう、こうったら入ってったのに、ずっと足が。見てると慎重だな。慎重、慎重。いやいやいや、お、水芭蕉の群生です。おおほほ、おお、ちゃんと開いてんじゃん。はい、8時55分ですね。山の花着きました。結構転泊して山やっつけてる人がいるみたいね。はい、ビーチャーセンターです。2年ぶりですかね。そう、ここテント場。あそこで休憩しよう。うん。さあ、渋津山荘です。9時。
どうする、なんかあったかいもんでも飲む？鳩町からですね、尾瀬ヶ原に向かってきます。秩父つ、じゃあ行こう。こんなに迫って見えたかなとか今思って。いや、この時期本当に好きな人しか来ない時期っていうのは、やっぱりあれだね、で本当はさ、これ池塘が見えるんだよ、で池塘地帯はこの先なんだよ。この辺もちょっとちっちゃい池塘があるんだけど、書いてあるだろ。はい、こっから本当の出現でね。凍った池塘、東電橋は踏み板外しちゃったんだね。じゃあ竜宮に行きます。はい、うわー、すげえ、何も見えねえ。もし見えてたらこの先が火打ちですね。で、水場所ライン、ここは見事だな。見事だよ。ショーロードです。おお、すごいすごいすごい。じゃあ、大変だね。そうなんですよね、みんな。うん、だよ。子育てはね。咲いてる黄色い花、なんだかわかんない。竜宮小屋ですね。
うん、後ろ後ろ。あのね、竜宮でね、なんか食おうと思ったら、ちょっと歩いて30分ぐらいですけど、ここから見晴らしの、山小屋団地の方に行って、なんか食いたいと思います。話がね、見えてきましたね。あと10分ぐらいかな。あ、もう天気がね、しょうがないけど、5つの山小屋とキャンプ場がある、うん、11時7分ですね。見晴らしに着きました。向かいはですね、向かいはあの有名な社小屋ですね。なんかね、クエッとこ行って、どこ行こうかな。日打ち小屋行こうかな。まあ、なんかクエッとこ探して行きたいと思います。ここしかやってないね、日の山田小屋しか。よし、帰ろうか。あれがね、彫像小屋、第二彫像小屋。ああ、うん、で、これが尾瀬小屋。まだ戸が閉まってる、うん、で、腹の小屋があって、じゃあ、12時ちょい前ですけど、はい、日の山田小屋を出てですね、出発地に戻りたいと思います。なんかね、すごいカレーがうまかった。うん、夏野菜がポイント、アクセントで、すごい美味しかったです。あ、ね、志仏山もわ、すごいよく見えてる。あららららら、らなんかね、日の山田小屋と八代小屋以外はまだ閉まってる感じですね。今山小屋が来てたね。うん、おー、志仏山がね、綺麗に
見えるようになってきましたね。うん。